はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ヒーローズでね、レッドゾーンに飛んでくれということなんで、まあ今回でもね、本当にステージが限られてしまうんで、まあ今回バススルードやっていこうかなと思ってます。左から1突、2次、3突だったかな。はい、3突ですね。1突、無突、悟空3は無突、それから2次です。トランクスゼノがね、ヒーローズいると味方が、めちゃくちゃ強くなるんで、ヒーローズいると。バフがね、かなり高い。だから初手でも守れるキャラかなと思いたいですね。で、邪念馬ビビーっていうのも、まあ、こちらかなり優秀でして、まあ、回復性能もついてるし、60% 以上の場合、必殺技を打つとアタックディフェンス 120% アップという風な感じで、バカげた性能を持ってます。まあ、こいつも戦闘向けかな。うん。で、あとはまあこのメチカブラですね。もう魚みたいな名前なんですけど。まあ、こいつ、本当に 150% バフがあって、で、必殺技発動時にさらにバフかかります。で、即木玉とか力木玉を取ることによって、まあ、即対力で、力対で、アタックですね。で、技と地でディフェンス、即で 80% という風な感じになってます。だから、まあ、一番いいのは即木玉2個取ればいいっていう話なんですけど、まあ、もっともっと狙うんだったら、もっともっと大量に狙ってもいいと思う。はい、まあ、そんな感じですね。待てよ。技と地はね、絶対に外せない。まあ最悪力と待機でも取らんでいいかな。無凸です。まああとはゼノが全属性ガードついてるっていうのと、ゴテンクスが高火力バフで、それから、まあ、こちら、まあ、最悪全回復してくれるというとはですね、うん、まあそんな感じかな。1凸してます。やっていきましょう。はい、ナイスナイスじゃない。うそん、避ける。なあ、もうそれやめてよ。もう消えるわこんな。ダメだわ。ダメだわ。レジックにちょっと格下げしよう。ワンパン KO されたら話にならん。ちょっと待てよ、ここはちょっとガチでいかんとマジでやばいから、ガチでいきます。ちょっとほんまにガチンコムチムチでいきます。リンクつながらんけどしゃあないか。いやでもこれの方がいいか。表に来るから絶対許さねえからな。もう絶対許さねえからな。ちょっと許せれるもんじゃねえよ。あれだね、やっぱりあのあいつはあのおもちゃはもう一発食らえばもう、あああくわ、一発食らったら消えてしまうけど、こいつも似たようなもんだね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジでやばいじゃん。俺死ぬんちゃう？てか全然与えれてねえんだけど。この一番最下層でも俺は無理なのか。キーブレード。オッケーオッケー。まあでもここファーストステージしかないから、ファーストステージしかないんだ。そうか。ってことはアイテム使えばいい。完璧忘れた。アイテム使えばもう満タイ。甘いな。レジックさんよ。俺が貴様をうがつ。めっちゃ痛いんだけど。この最下層のステージは絶対クリアしたい。あのね、ほんまあの猫型ロボット、マジであれはあかん。無理だわ。あんな必殺撃たれてワンバン KO されるんだったら無理だわ。さすがに。さあ、イケメンチカブラ。よしよしよし。とりあえずいい感じだね、今。今はいい感じ。今はね。ただ、これからどうなるかっていうのはちょっと読めへんからな。こいつ撃つ意味あんまないんだけどな。これでいこうか。そうだ、こいつ1ステージしかないから、もう全部存分にアイテム使えばいいか。しかも相手強いしな。地獄門開通。それはね、もう3回受けたら、だってもう 36% の 50%、 もう 86% の確率で受けるから完璧だろ。邪念馬ベビーは強いぞ。邪念部と邪念馬ベビーめっちゃ間違えるな。間違えてないけどな、今さっきは。よっ、キーブレード。さすがにね、
アンステージはクリアできるでしょ。これで死んだら俺もう止まったもんじゃない。これ減らん、うわー危ねえ。なんとか切り抜けますよ。私は何度でも切り抜ける。貴様なんぞにやられる私ではない。これアイテムなしでもいけるかな。いやでもここでアイテムなしでいって後悔するのが俺だから、俺だけど、行っちゃう行っちゃう。大丈夫さあ、331番、大丈夫でしょ。さすがにね、あれ大丈夫、ちょっと不安ながやけど、ちょっと不安やで俺。あ、いけるねいけるね、これは多分いける。よっ、ふう。いやーまあなんとかクリアできました。あぶねえ。これだったらスラックもいけんじゃね。スラックちゃうわ、ターレス、ターレスもいけんじゃね。ということでやっていきましょう。メンツこんな感じですね。ちょっとね結構変えました、ベジータゼノを入れました。これがねアタックディフェンス大幅上昇系なので入れたっていうのと、悟空ゼノを入れたと、それからですね、誰入れたっけ、そうだベジータ入れました。まあ地属性相手なんでね、かなりいいんじゃないかな。まあ無限上昇しっかり上昇させて、これミスったな、もうミスった。上昇させてやっていくのが一番ベストオブベストかなと。はい、回避 62%、 はい、いいですね、 74% 完璧ですよ。ジャーネンバベビーさん、クラウン回、あクラウン回、そこ避けるんかい。ビッグバンアタック、いいね。とりあえずね、まあターレスはね3戦だったかな、3戦ぐらいあるから、上昇させるべき点は上昇させましょう。ってことでさあ、フレンドがね、まあ一突なんで、どっちを先頭に持ってきてもいい感じかな。まあ何取ってもいいんだけどな。あ、ミスったもん。ミスったよ。適当がすぎるな。そい。ナイス会心。いいね。ここで倒せば全然あり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 。何やったっけ、あのジョジョのあり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 。アリーチェなんとかだっけ。忘れた。あれ誰だっけ。あれ誰だっけ。スティッキーフィンガーズだよね多分。違ったっけ。違ったらすみません。名前忘れたな。もうだいぶ読んでねえからな。いつ読んだ、もう6年前ぐらいちゃうかな。スティッキーフィンガーズは覚えてんだけど、スティッキーフィンガーズが誰か忘れた。あーでも戦闘で守れるキャラを置きたい部分はあるな。かといって悟空とトランクス、あーいやそうだね、これこっちの方がいいな。いやでも真ん中振り属性は嫌だな。かといってケツ怖えしな。だったらこうしろよっていう話なんだけど、いやこれでも怖えかんな。どっちかゴテンクスか、まあこっちいいか。ジャネンバで頑張ってもらいたいんだが、やっぱりベジータ一応。これでいきます。オッケー、ナイス。誰が誰か忘れたな。レズン、アモンド、カカオがおるのは分かったのか。こいつアモンドだろ確か。皆さん漫画何が好きですか。僕はねジョジョも好きなんですよ。ジョジョ第1、第2、第3、第4、第5部まで読んだかな。え ?1,2,3,4,5,6 まで読んだわ。てかめっちゃ減らされたな。なんか気づいたら、なんか見たらめっちゃ減らされてるやん。ちょっとビビるんやけど。回復だーい。
あ、ミスったー。まあいいや。あと僕好きなのは蒼天の剣ですね。あれめっちゃ好きやわ。蒼天の剣の霞剣士郎がめっちゃ好きですね。あのタバコを吸う感じのね、霞剣ちゃん、いい火力してる。いい火力してますね。はい、大丈夫でしょう。まあまあまあ、やっぱジャネガペピー強えわ。歌んでもいいけどな。お前は歌んでいいや。とりあえずベジータしっかり打ってもらおう。 50% 上昇だから結構ね、上昇率高いんですよ。ただまあやっぱりね、アルハンには及ばない。アルハン全属性ガードがこれに加えてついてるから、それはアルハンの方が強いよねっていう話。はい、 OK、 次行きましょう。次がアイリー、行きましたね。悪夢到来、殺しにかかってるわ。ウィス使おう。あ、これ取ろうか。これ取ってちょっと毒感ゲージ上げましょう。まあ、真ん中飛んできたとてよ、そんなに食らわんでしょ。あ、ダメージカットアイテムも使ってるし。はい、バーニングバーニングバーニング、ゴテンクスとヤマイコクーと、あれ、あともう一体いたんだけど、確かそいつらがね、下方修正食らいましたね。なんかステータス上がる部分で、その登場時からなんですけど、必殺技発動時からカウントされてたみたいです。僕はよくわからんけど、まあ別にまあええかなと思いながら。はい、OK。だから登場時から5ターンの間じゃなくて、もう本当にあのあれみたいな感じ。必殺技打ってからのカウントだったんで、まあ、それだったら5ターン以上間延びするよねっていう話ですね。あれら、打ってこんぞ。いいのかい、打たなくて。死ぬぞ、お前。ビッグバーンアタック。多分次で最後だよね。あー、危ねー。あー、危ねー。打ってきたけど、ワテのベジータが回避してくれた。はい、オッケー。次行きましょう。次が最後ですね。血のベジータ。血のベジータちゃうわ。地のあいつですね、タレスちゃんですね。ただまあレッドゾーンだからな、マジで油断できねえからアイテム使います。ここで切りつける。誰で特艦モード入るかっていうと、もうこれは、ああ、28万くらった。しかも気絶、クソ。誰が絶対次特艦モード入って回復してやろう。だいぶきついな。いやでもこれさ、トランクスゼノで会心出したら、まあ確かにね、あの戦闘においてドッカーモード入りたいけど、会心出る確率 50% だからさ、そんな博打ごとやってらんねえよ。怖えよ俺は。回復はできるんだろうけど、あ、いらんな。これでいきます。さあ、ドッカンモード、ジャネンバベビーですね。さあ、いきましょう。よほはひほふ、まあジャネンバベビーだったらね、あ、でも HP50% 60% 以下だね。これちょっとやべえかも。まあでも大丈夫でしょう。本来の威力ではないけど、うん、本来の威力は出んかった。パー、ナイス。危ねえ。ナイス回避。こいつ勝てえな。キーブレード回心。なーぜ出ない、なーぜ出ない。あと2ゲージが長えよ。あー、大して回復できんかった。29万。
10万か。ちょっとでも回復しよう。悪あがき。オッケーオッケー。大丈夫。通常攻撃なら守れる。よしよし。よしよし、いい子だ。俺ヒーローズわかんねえんだけどさ、ドラゴンボールとして見たらあんま思んないというか、なんかそんな感じらしいね。なんかドラゴンボールとして見ちゃダメっていうのは聞いた。ちょっと論点が外れすぎてるみたいな、そんな話はねちらっと聞きましたね。まあ、確かになんか YouTube でちょっと見て、これちょっと違うなって、どんだけフュージョンとか弱いねんっていうね感じだったんですよね。やっぱドラゴンボールヒーローズって、まあ新規を取り入れる意味ではいいんだろうけど、うーやめて、ナイス、危ねえ、この回避運ゲーよ。まあドラゴンボールファンは見ちゃダメだね、多分俺それは思った。これで終わりだよね、もうないよね、さすがに。確か、はい、 OK。 あぶねえ、もうギリギリだったわ。まあ意外にターレスもいけましたね。まあまあレッドゾーンのファーストステージぐらいだったら全然いけるんかなと思いました。全然いけんこともないけどな、全然いけることもないけどな結構苦戦したわまあなんとかなりましたね。まあヒーローズ結構ねキャラの幅が狭いんで、なかなか選択肢がちっちゃい。それだったら僕だったらクロスオーバーの方がまだいいんかなと思いますけど、まあ今回ねヒーローズがリクエストだったんでヒーローズでやらさせていただきました。はい、てな感じでね、まあ、レッドゾーンクリアできない方でもこうやってね7周年組まなくても別にいけるんで、まあこれからもねちょっと7周年組まずにちょっとまあクリアキャラを組んでいってやっていこうかなと思ってます。まあそれがこの配信であったりとか生配信、まあどっちかちょっと分かんないですけど、まあやっていければなと思ってます。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またねチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。